海苔の茶漬け北王子ロサンジン海苔の茶漬けは至極簡単だがやっている人は少ない缶詰や瓶詰になっている海苔の佃煮にはいい香りのものは見られない一年も二年もたって暇せになった海苔とか青のりの混じった生海苔のクズだとかいわば廃物を持ってこしらえたのが缶詰や瓶詰の海苔の佃煮である 悪いのになると、大部分青のりであるから、青のりの臭みと味とに満ちている。本当に美味しいのりのつくだ煮が食べたい人は、売り物にろくなものはないから、自前で作るよりほか仕方がない。自分でこしらえるのは、生のりの取れる自分に、生のりを木醤油でごとごと、とろ火で煮詰めることだ。生のりの手に入らぬ土地の人は、もらい物の,の干しのりなどを醤油で煮ればよい。 煮詰まらなくて醤油がダブダブしているような煮方はまずいそのネチネチと煮えたやつを熱いご飯の上にのせて煎茶をかけるそれに少量のわさびを入れるそれだけでいいので海苔の茶漬けほど簡単なものはない酒のあとなどで食べるには至極適した茶漬けと推奨できるこの茶漬けを贅沢に食べようと思う場合はなるべくいいのりを おしげもなく使うべきである。海苔が良ければ良いだけのうまさがあるから、味をやかましく言うものは、できるだけ上等の海苔を煮るがいい。こういう海苔の茶漬けは、誰しもやっていることだが、これから私が話そうとするのは、もっと手軽な海苔の茶漬けである。それは、いい海苔をうまく焼いたものか。焼き海苔のうんと上等のを、熱いご飯の上にもみかけ、 その上に醤油を垂らし、適当にわさびを入れて茶を注げばよろしい。熱いご飯を海苔で巻いて食べる人はたくさんいるが、焼いた海苔を茶漬けにする人はあまり見受けぬ。一椀について海苔の分量はせいぜい一枚か一枚半を使う。これは朝によく、酒の後によく、くどいものを食った後にはことさらにいい。 多忙の時の時美食としても効果がある。こんな茶漬けを喜ぶ者は、通人中の通人に属するだろう。茶の代わりに、鰹節と昆布の出汁をかけて食べるのもよい。これらは、副菜の漬物を一切要しない。贅沢な泊まり客でもあった際には、朝食に出すことである。もちろん、上等の煎茶を使用するにしくはない。海苔の話が出たついでに、 のりの焼き方について一言申し添えておこう。のりの焼き方はなかなか難しい手際の一つである。手際よく上手に焼かなければ、1条3円ののりも1円ほどの値打ちしかないような馬鹿な結果が生じる。手際一つで1円ののりを3円の値打ちにあげることも、いや、いくらでも支払うよと人が喜ぶまでに焼き上げることもできる。それもこれもも、こ 焼く人の腕であり、その人の料理に対する強要がものを言うわけである。海苔を焼くのに、両面を焼くな。と、よく言われるのは、貴重な海苔の香りが薄せるからである。炭火も黒い中はガスが発生し、湿度が高いから、香りを尊ぶ海苔が台無しになる。ぜひ、微調炭の真っ赤に起こったのを用いるべきだ。電気コンロが一番いいが、 これもスイッチを入れてすぐ海苔をかざすのはいけない。コンロの熱板が含んでいる湿度がなくなるまで待ってから焼く心得があってほしい。そうすれば、存外、素人にもうまく焼けるものである。焼き海苔の専門家は、昔は微調炭であったが、今では電熱器で焼いていることと思う。話は別になるが、焼肉なども味をやかましく言うものは肉の両面を焼かない。 よく起こった火の上で片面を焼き、肉汁が染み出てきた時を見て、タレの中に浸し、さらに金網か鍋の上に乗せるが、今度は焼くのではなく、炙るだけでいいのだ。すべて料理のうまい秘訣は、こんなちょっとした注意にある、なるほどそうだろうと分かってみても、聞くだけではだめだ。直ちによし来たとばかり実行する人であってほしい。 昭和7年。